皆さん、こんにちは。人気グループ、ファンタスティックス・フロム・エグザイル・トライブでボーカルを務め、素晴らしい歌声を響かせている八木勇征さん。俳優としても活動しており、ドラマ、美しい彼、では、萩原利久さんと一緒にダブル主演を務めました。そんな、八木さんですが、かなりの美形であるということで、ハーフの噂が立っていること、皆さんご存知でしょうか？そして、その美形ぶりから歴代彼女も多いということで、今回は、ハーフの噂の真相と歴代彼女についてを中心に調査しました。兄弟説のある有名人や、家族構成についてもご紹介していきましょう。まず、結論から言いますと、八木さんはハーフではありません。では、なぜこのような噂が立ってしまったのでしょうか。それは、父親がフィリピン人ではないかと言われているからです。しかし、この噂を本人が否定しています。過去のインタビューなどで、ハーフですといった発言は出ていないようです。それどころか、過去に投稿したインスタグラムの写真には、日本男児ですというコメントが添えられていたのだとか、よくハーフですか？と言われることが多く、自分でも気になって調べてみたという八木さん。その結果、日本人しかいない家系であることが判明したのだとか、このインスタグラムの投稿はすでに削除されており、2023年現在は確認できないようですが、本人が否定しているなら違うのでしょう。そもそも、父親が外国人という話も情報ソースが不明であり、確かな証拠はありません。おそらく、ハーフ風の見た目であることから、憶測が広まってしまったものと思われます。ハーフ説には続きがあり、別の噂では母親がフィリピン人なのではとも言われています。ですが、父親の噂と同様、母親が外国人という証拠も確認されていません。実際に、日本人と思われます。噂が生まれた理由は、八木さんの過去のブログが原因だと思われます。2020年のブログで、母親とフィリピンへ旅行に行ったことを報告していました。この情報から、フィリピンに母親の実家がと想像した可能性はありそうです。証拠はなくても、SNS などで話題を出せば、勝手に広まっていくことは考えられます。情報のかけらを見かけて信じ込み、すっかり真実と思っている人もいるかもしれません。ですが、インスタグラムでの八木さんの発言が本当なら、母親がフィリピン人ということはないでしょう。ちなみに、母親もかなりの美人であることは確かなようです。ハーフの噂はデマだと分かりましたが、八木さんはエグザイルやエグザイルザセカンドの小吉さんと、たびたび兄弟の噂が出ているようです。こちらの噂も調査しました。小吉さんもかなりの美形なので、八木さんと血がつながっているというのもわかる気がします。ですが、八木さんは東京出身で、小吉さんは北海道出身。別々の場所で育っているとなると、兄弟である可能性は低いでしょう。この噂は、小吉さんの本名が八木小吉であることから、出てきたものと思われます。上白石萌音さんと上白石萌歌さんのように、名字が同じで実際に家族というケースは多々あります。八木さんと小吉さんも、名字の共通点から血縁関係を疑われたのでしょう。八木さんの家族構成は、おそらく両親と八木さんの3人です。兄弟だけでなく、姉妹に関する情報もないので、一人っ子である可能性は高そうです。他に兄弟や姉妹がいなければ、両親と一緒に過ごす時間が多く、たっぷり愛情を注いでもらったのではないでしょうか。父の日や母の日のお祝いをしていることからも、親子の関係は良好と思われます。芸能活動は忙しそうですが、今後もこまめに会う時間を作り、仲良く過ごしてほしいものです。次に、歴代彼女について、調査した結果をご紹介します。八木さんと噂になった歴代彼女は全部で3人いました。順番にご紹介していきます。1、ベッキーニの彼女。最初に、八木さんの歴代彼女、ベッキーニの彼女さんをご紹介します。八木勇征さんとベッキーニの彼女は、ファンタスティックス・フロム・エグザイル・トライブでデビューする前の2017年12月頃まで、交際していたと言われています。噂になったきっかけですが、いくつかツーショット画像が流出しているようです。しかし、八木さんとベッキーニの彼女の馴れ初めは判明していません。付き合っていた時期ですが、おそらく大学時代であると予想されます。
とても仲睦まじかったようですが、デビュー前に破局しています。彼女のインスタグラムにこのような投稿がありました。 I'm proud of you、 本当に誇りに思う。そして負けないように私も頑張る。私にしかできないこと見つけてみせる。ありがとう。今の私は弱くて強い。こちらは2017年12月に投稿したものだと言われています。ヤギさんがデビューする2017年12月に投稿されていることから、ヤギ雄星さんを応援するためにベッキーニの元カノは身を引いたと予想されているようです。ベッキーニの彼女はヤギさんの夢を心から応援していたのかもしれませんね。2人目は彼女というより彼氏ですね。2. 萩原陸。2020年頃、現在俳優として活躍している萩原陸さんです。ヤギさんと萩原さんはドラマ美しい彼で共演しています。ドラマ内で男子高校生同士の恋愛模様を熱演。共演をきっかけに仲良くなったヤギさんと萩原さんは一緒にお酒を飲むなどプライベートでも仲良しなんだとか。多忙な二人はスケジュールがなかなか合わないようですが、時間を見つけては会いたいとヤギさんから連絡するようですよ。ですがこちらはドラマから生まれた願望ですね。これからご紹介する三人目は唯一熱愛報道されました。3. 葉月彩。2022年頃、グラビアアイドルとして活躍している葉月彩さんです。葉月さんとヤギさんは2022年4月に文春により熱愛が報じられています。ヤギさんは2022年4月に葉月彩さんの自宅マンションに滞在している姿をスクープされています。文春の記事にはこのように書かれていました。ファンタスティックスヤギ雄星24が年上グラドル宅へ、コロナ感染判明直前にも通い合い、ヤギさんが葉月さんにベタボレ状態とも報じられていたようです。交際期間ですが、2020年頃から交際を始めたという情報が有力です。文春の記事が出る前から2人の交際は噂されていました。それは葉月さんのインスタストーリーに投稿された動画に男性の声で離れんなよという声が聞こえ、この男性の声がヤギさんの声だと言われているようです。ヤギさんと葉月さんが東南アジアに一緒に旅行した際の動画なのではと推測されているようです。また葉月さんのツイッターのアイコンヘッダーがポテトコーナーのゆるキャラ、ヤギさんの2020年1月7日に投稿したインスタ画像がポテトコーナーのゆるキャラ。ポテトコーナーはフィリピンを中心に展開しているフライドポテト店で、日本にはまだ上陸していないようです。そんな馴染みが薄いフライドポテト店のゆるキャラが被ったため、ヤギさんと葉月さんは匂わせしているのではと疑惑が浮上したようですね。さらに2020年1月7日にヤギさんのインスタに投稿されたにジョリビーというフィリピンのファストフード店の名前がタグ付けされており、葉月さんはフィリピン好きで有名なので、ヤギさんは彼女の影響を受けてフィリピン好きになったのではと言われています。葉月さんと熱愛報道が封じられた後に、プレゼントをあげるなら何という質問に、白いエゾキク、花言葉は調べてくださいと答えていました。ちなみに白いエゾキクの花言葉は私を信じてくださいです。熱愛報道に対し私を信じてくださいという花言葉を匂わせたヤギさん。しかし葉月さんの誕生日花が白いエゾキクだったため、逆に匂わせしているのではないかと話題となってしまいました。熱愛報道が浮上しているヤギさんと葉月さんですが、所属事務所はプライベートは本人に任せておりますと回答しています。否定をしていないところを見ると彼女説が濃厚になりますね。2023年現在も交際を続けているという情報が有力なので、ここまで長いと結婚も視野に入れているのではないでしょうか。以上、ヤギさんのハーフの噂と歴代彼女を調査していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。